殴る必要はないと思うんだ。エンナチェンチェン、僕ちん心も体も痛いでちょ。何？痛い？別の意味で痛いよ。はい、ってことでキュービ先輩を探しに行きますか。下に降りろってことかな。で、よろしいんすかね。え？合ってる？どうも、何、誰、君。おいっ！なんか知らんけど挨拶しつく。あれ？あ、さらに下があるのか。そっかそっか。え、そういうこと？どんどん降りていけばいいんかな。目的地分かりづらすぎん？で、さらに下？お、いきなり目的地は全然違うところに行ったけん、きっと合ってたね。こんにちは。こんにちは。挨拶挨拶。あ、で、外。オッケー。開かんかった。キュービくん、どこで女の子たちとショッピングしてるんだろう。キュービくん、カレー屋で激辛カレー食べてるんじゃないか。チョコレートファクトリーで新作チョコ見てるのかも。これはコンビニで漫画の立ち読みしてるかもしれねえな。みんな自分が行きたいお店行ってるよね。別のクラブと同盟を組もうという話ですか君。そんなこと別に言ってないけど、まあいいんかな。条件クリア済みやし。指相撲クラブ、ワイドロップ1個。はい、お願いします。ワイドロップを1個渡した。やります。これでは断るわけにはいきませんな。僕も同盟を組むのに賛成です。指相撲クラブと同盟を結びました。いくらでも結べるって言ってけんね。最終的には全部と結べたらいいんじゃない。きっと。こんにちは。クラブで同盟を結ぶのってちょっと上がるよね。わかるわかる。お主も悪いよのって感じ。いやいや、イメージ違う。それお代官様。どういうイメージ？え、てか、どこ？キュービ先輩。あ、ここにもおるやん、なんか。うん。君、僕の生徒カードが欲しいの？それじゃあ、僕の出す条件をクリアしてみてよ。クリアできてないな。花園佐久間くん。え、僕の生徒カードいらないの？まあ、いらないなら別にいいんだけど。なんだかちょっと暗そうな感じね。レストランで満腹にできるってことなんか、これ。あ、違う、レストランじゃなかった。ステーションって書いてたし、こっちのおばちゃんやったわ。でも今は別にお腹、あれは減ってないんよね。満腹ってことよね、あれは。邪眼の使い手か、右目がうずく。何その中二病見て、中二病って書いとった。何これ。ほぉ。くくく、この邪眼を持つ我に恐れをなさず話しかけるとは。なかなか骨がある。気に入ったぞ。なんかいいねされた。何どういうこと。どういうことどういうこと、怖い。中二病がおったよ。え、てか目的地どこ。なんかどんどん目的地から離れていきよる。もしかしてこっちか。どこだどこだ。なんか、なになに、喧嘩しよるよ。ねえ君、犬と猫どっち派。僕はやっぱり犬が好き。うん、いいや、僕は猫派だね。さあ答えてみてくれ。犬派、猫派、どっちも別に人間、人間。どちらかといえば、猫派。だね。猫だよな。わかってる。美しくて可愛い。猫って最高。猫好きの同士で嬉しいよ。君にこれをあげよう。綺麗めシャツを手に入れた。防具ってことこれ。やっぱり誰にだって、一つくらい譲れないものはあるよね。生徒カード？チャイニングボーイへの愛は。おや、なんだい？俺の生徒カードが欲しいって？めっちゃ黒目がちやね。怖い宇宙人みたい。俺も譲れないぜ。じゃあ君が条件をクリアできたら渡してあげようかな。エンラ先生と塾女と。お、条件クリア済み。譲れないもの多すぎ。シェフの技術を1個渡した。ああ。クリアするとはさすがだね。はい、俺の生徒カードよ。でもなんかこのアップになっとるキャラクターの顔とさ、なんか君違くない？髪型もっと短い髪じゃない。求人ボードにセットしよう。よし。え、名前がサンジで、シェフのなんちゃらかんちゃらって書いてた。サンジやん。サンジやん。求人ボード。でも料理系、どこにも合わんくない？多分サッカーじゃないやろ。特撮ヒーロー同好会でいいかな。いいかな。だって、絶対この子、
ね、体力系じゃないよね。じゃあ特撮ヒーロー同好会で。うん。ここに入れとくね。オッケーイ。よっ。で、キュービ先輩、キュービ先輩。あそこにもなんか。え、なにこれ？なんか違うマークが。人は死んだら生まれ変わる。前世とは生まれ変わる前にもう一つの自分の姿。何怪しげなこと言って。前世的中率 100%。私の催眠術で解明できない前世はない。男、女？よくわからん。女の子か。全然前世解明部の部長。前の前とは私のことです。全然前世。何の話か全然わからん。はい。言わなくてもわかりますよ。自分の前世に興味があるのですね。でしたら皆さんに提案です。私の研究を手伝ってみませんか？前世の研究のためには実験台。ではなくて、優秀な研究員が必要でして。実験台って言っちゃった。あなたのお友達を紹介いただきたい。もちろん俺はご用意してますよ。ほう、じゃあ。素晴らしい。これで前世の研究がさらに一歩前進しますよ。前世の研究ってなんだ？それでは我が部の求人ボードをお受け取りください。あ、なるほど、求人ボードか。新しく増えたってこと、これで。全然前世解明部。え、さっきの子、ここが良かったんじゃない？なんか雰囲気的に。勝手な判断やけど、見た目での。変えれるんかな？求人ボード。ん？あ、ここで増えとるわけね。で、この子さ、え？この、え、違くって。外す。Y で外せる。なるほど。でさ、あれ？全然前世いけんねえけど、どういうこと？あ、もう一回？あ、こういうことか。ここに、この子を、絶対いいと思う。うん。めっちゃいい選択やと思う。アップだぜ。目的、これが目的地。一体何なんだ？おった。学校の女の子がめっちゃ、ちょっと待って。ランクみたいなもん。どうも。うん、スイーツ研究会とチミは同盟を組みたいのかな？めっちゃ食べよる。なにそれ、どら焼き？あ、クリアできてない。くそー。そうなんだ。じゃあまた今度同盟を組んでね。のらしいよ。ぜひぜひ。求人ボードを充実させると上がっていくみたいだね。よいしょ。なるほど。じゃあとりあえず上げときゃいいってことだな。ちょいと待ってね。ガンガンと上げるぜ。装備。学園ランク。あのシャツとかは？体防具。あれ、どこ行った？あ、ここか。いや、ちょっと。体防具。ここで、綺麗めシャツ。よし、これで。あれ？防具。体の防具とか何もセットしてなかった、私。どういうこと？あとは？マントつけとるね。ここもないやん。あ、会うのがなかったっていうことなんかな。そして、女の子に囲まれているキュービ先輩。どうも。なんだい？僕は今忙しいんだ。見ればわかるだろう。わかりません。え、大事な話？はぁ、しょうがないな。イケボだな。みんな、めっちゃイケボだな。今日のところは帰ってくれないか？こんな罪深い僕を許しておくれ。いや、しかし、うん。しかし、声以外はちょっとあれだね。まあ、自分がモテているという自覚がちゃんとあるということなんだ。子猫ちゃんたちがなかなか話してくれなくってさ。子猫ちゃん。日に日に僕を好きになってしまう女子たちが増えていてね。あ、やっぱりキュービやけん。目のところに、ね、赤いメイクみたいなのがある。なんて罪深いんだ、僕は。あ、でもここまで突き抜けとったら、ネタとして良いかもしれん。キャラクター。キュービー・リュウスケ。あ、もしかしてこの髪の毛のギザギザがさ、9個あったりする？キュービー。大事な話って何やった？あー、それがその、実はですね。なんか頭身が全然違くない？ね、キャラの。というわけで、学園一のモテモテであるキュービ先輩にお話を聞こうということになりまして。おいおい、待ってくれよ。それじゃあまるで僕が呪いをかけた犯人みたいな言い方じゃないか。あ、そっか。あれや、あの女の子の呪い、蛇になってしまった女の子の呪いを解かんといかんのやね。いえ、決してそういう意味では。
恋をしたら蛇になってしまうみたいな呪いのやつ。あながち間違ってねえんじゃねえか。何？お前のこと好きになってやめてった女子も結構いるって話じゃねえか。メラ先輩、言い方が乱暴ですって。そうだとして僕に何の責任があるって言うんだい。まあ、惚れ薬とかを使ってない限りは別に責任はないと思うけど。勝手に好きになって勝手にやめていった。それだけのことさ。難しい。てめえ、失礼しました。責められることではないよね。それでその先輩は呪いについて何か知りませんか。知らないな。知っていても君たちに教えるつもりはないよ。そこは教えていただきたい。じゃあ僕はこれで失礼。教えてよ。お、待ってください。なんか取り憑かれとる。先輩って臭いっすよね。そういう今のって取り憑かれとるやつじゃなくてモワーンってこと。匂い的な。なんだと。ジンペイ君、急に何言い出すの。何、どういうこと。匂うな。獣の匂いがプンプンするんですよ。やっぱりほら、キツネが取り憑いてるってことやんね。キュービかな、キュービかな。君の鼻は敏感すぎるようだね。先輩の本性、暴いてあげます。別にこれがあれやろ、その妖怪というか、本体というわけじゃないよね。ほう。この人はこの人としてちゃんとおるんやろ。知らないよ。取り憑かれているだけで。ずっと前からお前のことは気に食わなかったんだ。女子たちにヘラヘラしやがって、その軟弱な少年、俺がた身の程知らずか。強いんかな、やっぱり。ウォッチを持っている。あれは YSP ウォッチ。もしかしてキュービ先輩って、あ、仲間になるってことか。イズナ、君が必要だ。そういうことやない。 YSP クラブに入るやん。なんだあれ、キツネなんか。あれはフェネックキツネみたいな感じ。変身するの早速。どんな感じ。え、かわいい頭身がね。え、かわいい、いいね。君がいるから僕がいる。なんか声が高くなった。え、めっちゃいい、めっちゃいい。ライバルキャラの変身。ライバルキャラの変身。え、こっちのさ、誰やった、ベニマルやっけ。全然違うかもしれんけど名前。主人公が変身するやつ以外ではダントツでいいや。もう、太郎くん、今それどころじゃないでしょ。いや、上がる上がる、よきよ。変身する時まで透かしやがって、ますます気に入らねえ。覚悟はいいですか。今更後悔しても遅いですよ。戦うの。嫌なんだけど。普通にスッと仲間になっていただきたい。すごい、フェンシング、ナインテイル。超和風な音楽が流れてる。待って、私どこにいるんだ。私どこにいるんだ。運動無用です。あっちのウォッチと、こっちのウォッチ。何言ってんだ、歌うな。お鍋で煮込んで。待って、落ちてる。え、拾えない。戦闘中はあれ拾えないってこと。違う。待って待って、変身しよう。私も変身。はい、来たー。いいね。はい、来たよ来たよ。あ、やっぱりベニマルで合っとった。よかったー。おお、かっこいい。ベニマルでのポーズって初めてやったかもしれん。見たかやんね。なんか私味方攻撃しに行きよった。やべえ。やべえ、全然違った。遠い遠い。あたき一戦。遠いって遠いって、どこよ私。見たか、どこにおるん。敵がどこに行っとんかが全くわからんくなる。途中で見失うんです。痛い、やめてよそういうの。お、やっつけちった。イエーイ。イエーイ。
お、なんかみんなレベル上がったね。こんな連中に負けると。ジョブランクアップ。ねえねえ、なんか星がいっぱい落ちとるのすごい気になるんよね。早く戦闘支援をしてくれる、ちょっと。みんな大した怪我じゃないので、別に保健室に行かなくても。え、先生も交えての話っていうことじゃないの？これは絶対に保健室に行くべきだ。なんだ、ムキになって。え、あの場所の星はどうなったんですか？喧嘩なんかしちゃって。悪い子ね。え、先生はちゃんと把握しとるんやろ？違うの？すみません。キュービ先輩も俺たちと同じ YSP 使いだったんですね。ああ。僕はエンラ先生の指示で恋愛禁止の呪いを追っていたんだ。やっぱり普通に仲間だな。仲間になるんだな。僕のファンとして集まってくれてる女子たちには悪いと思ったけど、おとりとして周りに置いていた。なるほど。僕のせいで辞めた女子たちのためにも、これは絶対に解決しなければならないんだ。あ、じゃあ、え、なんで戦ったの？なんで戦ったの？味方じゃねえか、普通に。なんか、熱いじゃねえか。それなら外、初めから言えよ。うんうんうん。味方じゃないか。ね、こっちだって変身したけん分かるはずでしょう。バカみてえにチャラチャラしてっから、ぶん殴られんだろうが。殴る必要はないと思うんだ。エンナチェンチェン、僕ちん心も体も痛いでちょう。何？痛い？別の意味で痛いよ。痛いでちょ。大丈夫か？あいつらにやられたでちょ。おしゃぶりまで加えちゃってるよ。我慢しなさい。冷た。あのバカ叱ってでちょ。冷た、エンラ先生。やっぱ腹立つわ。なるほど、外ではクールな感じでモテモテだけど、実はこういうキャラなのか。新しい情報は何か掴めたな。完璧にネタ枠だな。はい、つかみました。エンナチェンチェのために頑張ったでちゅー。そう、いい子ね。扱いがうまそう、エンナ先生は。引いてる、めっちゃ引いてる。おい、ちょっと待て。何？まさかキュービ先輩ってエンナ先生のことが好きなのか？まあ入ってきた時からそう思ったけどね。今頃気づいたの？遅いよ。なーにー、許さん、俺のエンナ先生だぞ。どっちのでもないよ。はあ？いつ君のものになった？エンナ先生は僕のものだ。周りに対しては普通なんやな、話し方。喧嘩しちゃダメ。私はみんなのものよ。彼氏とかはいないのか？はーい、わかりました。いや、人体までなっとるやん。おしゃぶりつきで。もう、二人ともいい加減にしてよ。話が全然進まないじゃないか。で、なに、これから仲間になるんよね？キュービ先輩も単独で調べてたんですよね。何かわかりましたか？それが、恋愛禁止の呪いで退学した女性とは、ただ退学したわけじゃないことが分かった。何？どういうこと？え？どういう意味ですか？彼女たちは全員が行方不明になっている。え、じゃあ退学っていうより、いわゆる神隠しってやつさ。表向き退学って言っとるだけで、え？退学になる前に消えとるってことやろ？退学の後で消えとる。学園長のところには、本人の筆跡で退学届が送られてきているため、直接じゃなくって郵送ってこと？捜索もされていないんだ。それってもしかしてみんなエマさんみたいに蛇になったんじゃ？つまり何者かが女生徒を蛇に変え、退学届などの小細工で呪いの存在を演出している。どっか一箇所に集められたんかな、その女子たち。マジかよ、そんなことをするのはどこのどいつだ。メデューサ的な感じ。違うかな、なんか蛇たちを集める。でもエマさんみたいに告白すると蛇に変わるってことが分かったわけだよね。でも呪いを演出してるってことは、実際に呪いがあるわけじゃなくって、あるように見せかけとるっていうこと？なんか告白しそうな子とか追いかけて陰でこっそり見とって魔法かけよるみたいな。違うかな。学園内で告白をしようとしている人を探してみようよ。そんな呪いがあってもまだ告白しようとしとる人がおるん？今度は現場を抑えて黒幕を突き止めないとね。
そういうことなら僕も力を貸そう。目的は一緒ね。キュービ先輩、手伝ってくれるんですか？ああ、僕らの目的は同じだし、何より事件解決が最優先だからね。改めて仲間が増えたら2年のキュービリュウスケ、よろしく頼むよ。キュービリュウスケが仲間になった。ライバルヒーローの突然の加入、上がる展開きたー。4人目ってことかな。戦える人的には、この事件俺たち YSP クラブがバシッと解決してやるぜ。あれ、ふぶきちゃんって戦えるっけ？戦ってはないのか。一応でもなんか武器みたいなの装備してないっけ。巨大なあんこが学園を襲う。何それ、何の話。ヘビになったらどんな感じなんだろうな。告白しようとしてる人を探しようよね。カエルとか食いたくなるんじゃないですか。カエルを食うのか。唐突なうんこなんやけど、ちょっと私の頭そんなことも知らないんすか。追いつかないのですが、さっさと行くよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかねえ、エピソード巨大なうんこがなんちゃらかんちゃらって書いてたけど、なんか別の話になったの。でも告白しようとしてる人を探そうやけん続いとるよね。謎、どこからそんな話が